横川の鉄橋を渡る頃、夕立の数倍、数十倍もの大粒の雨が、蒼然とたたきつけるように降ってきた。黒い雨である。私たちは全身濡れネズミになり、ようやく横川駅にたどり着いた。雨は一層激しく降り、ホーム、線路上のあちこちに死体が散乱していた。駅舎も横川町一帯も火の海であった。ここで私は広島駅方向に行く旧友と別れ、可部線沿いに祇園方面に避難した。気がつくと私は祇園の街中をカンカン照りの青空の下を歩いていた。こうして下北駅まで歩き、広島から来た汽車に乗り、我が家に帰り着いたのは午後1時頃だったろうか。以上が私の原爆体験です。思っていることの万分の1も書けない。三菱観音工場の青函工場、爆心地から4キロくらいで火傷も受けなかったが、それでも旧友には髪が抜けたり、原爆症で死んだ者がいる。原爆3ヶ月後の11月、焼け野原の仮校舎に投稿した時は、私たち4年生200名余のうち40名余が不明。しかし悲惨なのは下級生であった。市内の建物疎開作業に動員された2年生、1年生は全滅、3年生は半減、その大半の遺体がわからない。崇徳学園120年史によると、原爆犠牲者は生徒512名、教職員10名、合計522名とある。今年は被爆60周年です。でも私には原爆の下を逃げ回ったのは昨日のことのように思える。今も核兵器をちらつかせ、世界人民を脅迫している国がある。核兵器を使用させてはならない。核戦争は人類の絶滅である。広島、長崎の原爆はそれを示している。世界から全ての核兵器を廃棄させなければならない。以上です。すみません。じゃあちょっとまた補足してはい。お話しいただきたいんではい。すが、まずですね、きのこ雲をご覧になったということですが、いや、キノコ雲はの前全の、然、私見たのはピカーッと光って、いわゆる七色の虹のような色がぐるぐるーっと渦を巻いて、空つかばずーっと突き刺さるように舞い上がっていったわけですよ。もうその光の強さといっては、ご存知ですか、電気溶接の火花が散ったのがものすごい目をいるんですが、それどころじゃない、その数百倍、数千倍いうような色。こう見上げとったらドカーンときて、だから外からいわゆるキノコ雲いうのは、キノコ雲の下にいたいうような関係、キノコ雲なんか全然、それは私は分からない、私は分からない。もう光の渦でそれが空に突き刺さっていってドカーン、いわゆるピカドンとはよく言うたいう、ピカーって光ってドカーンとこう来た。そうしたらびっくりして、こう見たら中心部の方を見たら、中心部の方から爆風で、あれが爆風の壁がですね、巻き上がるように、こうブスーッとあっという間に押し寄せてきて、帽子をパーンと飛ばされた。それで慌てて、それまで平生やっとった防空演習の鬼の爆撃されたら、耳を押さえてこうやって、その伏せろというのが、その時になって気がついて伏せてじーっとしとったいうことですよ。もう近くに、当時としては一トン爆弾いうのが、話で聞いとるのは一番大きいとこ。一トン爆弾がつい近くへ落ちて、そしてまた、そうするともうまた次が落ちてな、もう
おだぶつだないうようなことでこうしとったような状態でしたね。やっぱキノコの形が見えるのはかなり距離が離れてない。それ外の人じゃないですかね。結局市内より市外の人たちからはそれがそういう形で見えたんじゃないですかね。中心部におる人はそのことは真下におる。だから4キロだから私らのぐらいまでおった人間は雲の姿いうのはおそらく分からなかったろうと思います。僕はそれから駅へ行こうとされて、まあ、川の土手からご覧になった市内の状況ですけど、うん、ね、というのはそのだからまあ9時前後頃に五国ごとにその集まって、そしてその自分通う方向ごとにそれぞれ集団を組んでですねこう帰ることになったんですが、だからあるいは今の三菱の工場からこう出てあそこへちょうど土手がありますよね。今まっすぐこうずっと三菱の横を通って道が行ってますよね。あの土手の上に上がった時に市内が横一文字に煙が上がっとったんです。何のことやら私は分からないんです。どうして煙が上がってるんかいうのも全然分からなかったです。煙が上がって火事みたいだ言うても原爆が落ちたいうことも恥ずかしいんですが全然分からん。でそういう状況だから広島駅帰れるかな、行けるかどうかわからんが、まあ、あとあそこは広島駅行かんことには汽車に乗って帰れるのだから家帰れるのだからいうことで、とにかく駅まで行こうと汽車通の人が友達はですねが重曹に集団組んでこう行ったら私立女学校今の船入高校のところまで行ったらもう本町の船入本町の方が猛火でどうにもならんいうことでまた引っ返し